目が乾く今日はアイシャドウピンク強めなんですいてあっ女の子まちちゃんかんきちちゃんかえでちゃんクマありがとうゆうやくんゆうやくんたまありがとうございますゆうやくん覚えてるよゆうやくんはいつもね監視させてもらってるんですけどなーたんのことまだ好きかなゆうやくんでもいつも お花あたんとかおやすみとかいつもゆうやくんがしてくれてるの知っててそう結局きょくゆうやくんは私のことがめっちゃ好きっていうのを伝わってる私もゆうやくん大好きだよありがとういつも応援してくれてゆうやくんが結構ショールーム見れるの久しぶりじゃないいつもバイトのイメージあるけいそさんのあいちゃん大阪のおさよさん久しぶり ちゃん世界一の絶景ありがとう舞たんこちゃんクマありがとう今日はねお仕事だったんですけどお仕事うんその後にストレートにしてたんですけど自分でちょっとだけ巻きましたあのアイメイクはあれだよあのインスタに載せたやつを今日やってます英樹さん タイからのアンティさん、クマ、ありがとうございます。最近コラボ知って初めて来ました。マグさん、ありがとう。韓国のアンちゃん、リナッチちゃん、イナモンちゃん、ノノちゃん、ユキアナちゃん。チークもピンクそう、ピンク。暗いあれ <laughs> ラルム買おうと思ってたのに売り切れてた。ラルムさん、ぜひ買ってください。 みんながたくさん。あの。感想とかリップしてくれたのすごい嬉しくて。そう、ママがね、アンケート書こうとしたら、アンケートがないって言ってた。ふうちゃん、くま、ありがとう。はるかちゃんも、くま、ありがとう。画質めちゃくちゃいい、本当に。竹若丸、タワー、ありがとうございます。竹若丸、あ、そう。竹若丸さ、あ、あの、三周年で見つけたの。 え気づいてたあの竹若丸のこと気付いてるのそう3周年いてあ竹若丸だと思ってたくさんレッスン送ったよありがとうだわ,あり,たわありがとうわ竹若丸愛華ちゃんありがとう今日の前髪は5点かなちょっとさちょっと今日ねここが割れがちそう服見せて今日はシークレットハニーさんの お洋服着ました今日も可愛いねありがとう初見ですこんばんはこんばんはお目目キゅるんきゅるん <laughs> 暗めな髪色も髪色最近色落ちしなくてお兄さんとこいたらすごい綺麗な色にしていただきましたゆうさんくまありがとうあきいろさんもくまありがとうこれから塾なの頑張って お話し会と24を楽しみにしてます。私も楽しみです。24ガールズ、当選したよ。ありがとう。皆さん、ぜひ、おうちにいます。今は。ラル、ム買いました。カレンちゃん、ありがとう。タラちゃん、クマ、ありがとう。エリッポン会いたかったよ。お話したかった。チョキ。ブログ、本当にありがとう。もうね、大好き。 あっちゃん、たまありがとうございますあっちゃんちゃんちゃんあっちゃんちゃんちゃん、あっちゃんちゃんをねあのね、いつもね、見るとね、ももクロさんを思い出すんだそうアーリンさんがラルム、そうで、そうあっちゃんは玉石よりさん推しですよねあっちゃんに早く会っていっぱいお話し,したいよあっちゃんはいつもね、渚をね、甘やかしてくれるね お姉ちゃんみたいな存在ですそなぎちゃんいつも可愛いって言ってくれるのありがとう今日も来てくれてありがとうあっちゃんすずちゃんひできさんのんちゃむまめさんモナさんひろぽんさんあるかちゃんくまありがとうございますありがとうリップは今日もね古川ゆ香さんのやつを使ってます そう五点本当に今日ダメここが割れてるのみたけさんみたけたんタワーありがとうございますみたけたんあみたけたん会いたいです本当に最近あの握手会とかがないから会えなくて寂しいんですけどみたけたんからもらったいただいたプレゼントとかを 使ってああみたけたんだって思いながら使ってますいつもありがとう本当にね優しくてね包み込んでくれるみたけたんいつもありがとうありが,たたありがとうはみたけたんありがとう早く会えるの楽しみにしてます大好き今日ねちょっと声ね枯れてる イコラブもテレ東音楽祭そうだねいつか出演できるように頑張りたいと思います今日は裏でショールームをしてしまってすみません <laughs> 今日「声優パラダイス」ありがとう買ってくれてモナちゃんクマありがとうございますじゃんけん天使だったじゃあ皆さんもし今良かったらじゃんけんしましょう最初はグーじゃんけんポン パを出しましたあパンを出しがちなんでそうラルム買ったよありがとう相変わらずは茹で枝豆ゆでてるゆでてるよさっきまで爆睡してた私のために起きてくれたのありがとうあやみちゃんそうそれフリルになってる かわいいでしょ三周年投げ戻ってね見たよあの笑ってるやつめっちゃねお気に入りなのありがとね大輝くんくまありがとうそうエリポンはモンペだからなっ <laughs> た。すずちゃんたわーありがたわーすずちゃんすずちゃん見てる イエーイすずちゃんね本当にねもう愛おしくて会いたくて会いたくて仕方ないしなんかすずちゃんの思いすずちゃんとの思い出はいっぱいあるんだけどなんかこうちゃんぽうですずちゃんと話すのすごい覚えててそうだから早くまたこうちゃんぽうとかであの会いたいなって思ってもちろんもう全部の握手会場ですずちゃんとたくさん覚えてるんだけどなんかこうちゃんぽうが印象が強くてそういつも。 おちゃんぼうで最後の方で待っててくれていつもお話できるのがすごい嬉しくていろんなお話をしてると思うんだけど早くまた握手会とかが再開できるようになったらいろんなことを話なしたいなって思いますありがとうすずちゃんありがとうそうそうそう今日涙袋のかわいそうピンクあのね あのね、すごいかわいいやつがあるの出るかな今ちょっと待ってね今日もなんかお話ししたいことあったっけななんかあったら言いますねまよねちゃんクマありがとう待って結構時差あるねなーたさっきさああの結構前にじゃんけんの話したはずなんだけどコメントが今じゃんけん。 凪さんがボブ好きって言ってたからボブにしたよって本当に楽しみに見れるの楽しみにしてるテリーさんクマありがとう会いたいチョキチキラブじゃんこれこれがめちゃくちゃ可愛いんです可愛い炒めたい炒めたいとは <laughs> おすすめのプロテイン私そういうプロテインを飲んでます まさまるまさまるたまーありがとう今日、そうそうそう、はなちゃんと会った時にまさまるの話したんだそう、すごいね、いつもねあの、最近麺を食べてるイメージがあるまさまるまさまると言ったら麺ってイメージがある <laughs> そう早くね、まさまるとお話し,したいことがたくさんあってまさまるも結構こうちゃんぼうでたくさん話してるかな、いつも本当に たくさんななんだろうないろんなことを話してくれて嬉しいしもっと仲良くなれたらいいなって思ってるので早くまた会えるの楽しみにしてますまさまるたまありがとう大好き大好きだよまさまるインスタのコメント見てる見てるよ読んでますよいつもみんなのコメント全部本当に全部読んでるかなちゃんくまありがとう 3周年2回だったけどいけたありがとう桃たんかわっちいほんとにまさまる愛梨ちゃんの同じがなったのこと一番かい女の子って言ったありがとう一番嬉しいゲラゲラ笑ってる <laughs> まゆ子ちゃんおりさんの3周年の大好きだよについて一言あれはもうねおこですよあめっちゃおなったやばい 桃色片思いそう「桃色片思い」ってその番組の方にあの何番組の方が決めてくださったんですけど曲をその時に「キアラがすごい可愛かったから私大丈夫かな?」って思ってたんですけどみんなが褒めてくれて嬉しかったです。何たんの思ってる「れいなちゃんでいいのかな?」いいつも可愛いアイコンで ナータンにリップしてくれてありがとういなちゃんはねえれいなちゃんって私が思ってるれいなちゃんでいいのかな多分そうそうだと思うんですけどあのいつも優しくて可愛くて <laughs> よくツインテールしてるかな違うかな本当に違ったらごめんなさいなんですけどいつも優しいリップとかしてくれてありがとうございます。 全部見させていただいてます本当にねツイッターのリプは皆さんの見ているんですけどもたくさん長文送ってくれたりとか愛を届けてくれて本当にありがとうございますレイナちゃんありがとう大好きこれからも好きでいてねありがとうナータン可愛い,いお目目キラキラいつか会いに来てすぜひ会いに来てください 海辺生写真かわくそう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 お団子してるの初めてかな多分初めてお団子してで、サナとミリニもお団子したそうちゆちゃんちゆちゃん、ありがとうございますちゆちゃん、ありがとうちゆちゃん、最近元気ですかちゆちゃんはね、なんだろうなちゆちゃんと話したいことはいっぱいあるんだけど うんえなんか <laughs> 私のことが一番好きですか <laughs> 私はねちゆちゃん本当に大好きでちゆちゃんはうさぎってイメージがあるのなんかそうちゆちゃんはうさぎってイメージがあるんだけどなんかちゆちゃんのあのアカウントを見つけた時にそうあいろんな女の子の写真撮ってるんだと思ってそうでも。 いつもなぎさんのこと大好きって言ってくるけちょっと。ちゆちゃんも声がハスキーなのかな。ちょっとね、ハスキーな感じがすごく好きで。本当にいつも。あえて癒されてます。早くまた会えるの楽しみにしてるから。ずっとなぎさんのこと一番好きでいてください。ありがとう。ありがたう。おぎはなちゃんいる、本当に。最近はなとはね、はなはにゃたんとはね。 よく連絡。取ってます。シュキピ。なたもシュキピ。マッキュン。ピッカールさんだ。ありが。ありがくま。ありがくまとお花あたんっていつもしてくれてありがとう。暑くなってきた。っっったったったザキちゃん、千尋ちゃん、くま、ありがとう。 たくまちゃんかすちゃんあさみちゃんとしなりさんゆうやくんたーしーさんたけわかまるもえくらんちゃんもえく、ー、まさんありがとうございますなんかね暑い15分経過しました15分経過したってみんなさーんみなしさん,なんかあなたに話してほしいこととかあったらぜひコメントしてくださいわかっちゃん かちゃんありがとうわかちゃんかちゃん見てるかちゃんもそうそうそう3周年で見つけたんですよかちゃんそれ気づいてると思うんだけど見つけたのはそうそうそうかちゃんだねかちゃんかちゃんは麗ナギファンだからねそう見てるかな麗ナちゃんもありがとういつも本当にかちゃんかちゃんのおかげで いいろろと赤ちゃんのおかげで助かっております本当にこれからもずっとあの同盟を同盟もあるのでね一緒に頑張って倒していきましょう <laughs> いつもありがとう赤ちゃんまた会えるの楽しみにしてるねまたポムちゃんとの動画載せてほしいいつか載せますそうインスタのストーリーにはさせたんですけど 梅沢のさんなんでそんなに可愛いマジ好き私も好き24ガールズはプレミアムチケット取れたありがとう桃んファン思いすぎるそんなことないですファンの皆さんがファンの皆さんが私を思ってくださるから1年間で1ミリずつ目が大きくなってないどういうこと ?1 ミリずつ1ミリずつ大きくなってるあなたの前髪はこれほ本当に 私、本当に自分の前髪が嫌すぎて泣いているなんか嫌っていうかなんかどん崩れるそうねえ初めてぎさちゃんと握手したのこうちゃんもそうだよねはにゃたんがコメントしてるわーってわあ好きだよチョキチョキありがとうありがとうございます <laughs> ひなたんタワーありがとうひなたんひなたんひなたんのアバターめちゃくちゃかわいい最近はどうですか元気ですかひなたんひなたんに早く会いたいしあのまたお姉ちゃんお姉ちゃんと一緒に来てほしいなってそうひなたんはねいつもねあひなたんさ髪切ったじゃん伸びたのかな 今どれぐらいなの髪の長さ前さ握手の時にさ「切ったよ」って言ってくれてさそれから会えてないからどれぐらい伸びたのかめっちゃ気になる早くひなたんの可愛いお顔とあとひなたんはベレー帽をかぶってるのがすごい好きなのでひなたんがベレー帽をかぶって早く会いに来てくれるの楽しみにしてますいつもありがとうひなたん大好きありがとうわひなたんチョキ 祭りがうら羨ましい本当にあーもうすぐ手札ねそういえば3周年の裏話聞きたいそうだ3周年もあったしいろいろ裏話か3周年なんだろうなめっちゃ泣いちゃったことかななんかあの瞳が帰ってくるってなってその結構 ひとみとは電話とかもしたりしててそうだからひとみが帰ってくるっていうことを知った時は本当に嬉ししかったしびっくりしたしででも私その時にあのちょうどひとみが帰ってくるっていうことを知った日に足を骨折してしまって <laughs> 足の指なんですけどそう。 今はもう全然感知してるんですけど足の指を骨折してしまってそうね <laughs> そうでそれですごいね <laughs> あのそのことがすごい印象に残ってます私 <laughs> そうなの足の指骨折しちゃったんですよ全然みんな知らないよね多分道義さんタワー、ありがたわ道義さん道義さんってさ いつも握手会の時にあの <laughs> 握手会の時にあの道義道義っていうのかなを着てきてくださるのがすごく印象的で早くまた道義さんとお話ししたいなと思っておりますそういつも本当になんかなんだろうな楽しい気持ちにさせてくださるので握手会とかでもまた早くあの握手会とかで お話できたらいいいなと思いますじゃあここで一つーータンエピソードこの間あのいおりが急に「なタたにプレゼントがあるよ」って言ってプレゼントを渡してくれたのがすごい嬉しかったですそうあーそう寸劇,寸劇やりましたねあれ「きらん」ってやつやった。 寸劇なんか私は可愛いに振り切ったキャラでしたねそう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 なんですえっ、ー、とあやみんちゃんあやみんちゃんタワーありがとうあやみんちゃんあやみんちゃんいつも本当にねぎさへの愛をたくさんたくさんたくさん伝えてくれる本当に。 優しくて、あやみんちゃんからのメガネ、とっても使っております。本当に <laughs>。そう、メガネ、私結構、あのー、使うことが多くて、そう、伊達メガネっていうのかな、使うことが多いので、すごい本当に、いつもあやみんちゃんだと思いながら使わせていただいてます。ありがとう、あやみんちゃん。早く甘やかされたい、あやみんちゃんに。泣きそうって、なったんって。 行ってもらいたいた早くまた会えるのを楽しみにしてるのでお仕事とか大変だと思うんですけど頑張ってくださいあやみんちゃんリップも読んでるよいつもありがとうめちゃみんなびっくりしてるそう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 でそのイコールラブでもあの私が出てきてから瞳が出てくるっていう演出だったんですけどそうすっごく本当に泣きすぎて。 なんか本番絶対泣かないぞって思ってたのにそうめっちゃ泣いてしまったよね「シュキピ」が好きすぎてアーカイブそこだけ何回も見た私もシュキピめっちゃ好きシュキピそうシュキピ大好きなんですすっごいいい曲だよね私シュキピを初めて聴いた時にビビッときしちゃったもんヘイブンはるかちゃん 何かえりぽんはほん当に何だろう一言一言が私を救ってくれるっていうかなんか本当に辛い時とかにいつもえりぽんからの言葉ですごく救われててなんかこう頑張った時とかにちゃんと見ててくれてる人がいるんだっていうのをえりぽんの存在を あのいつも本当にありがたいなって思うしなんかもっともっとあの早くあの実際に会ってあのもっと絆を深めたいなって思うのとあとナータンってハナちゃんと一緒の中堅タイプっていうことを昨日知りました。えりぽん1。大好き本当に大好きなのでこれからもずっとナータン1の。 ちゃんのモんペでいてください。えりっぽんありがとうアイラブユーそう足の指あのねあのね足の指をが折れた原因は本当にあのアホでして普通に夜2階で寝ててで起きるじゃないですか。ですっごいお腹すいたなと思って。 ご飯食べたいいななって思いながら下下がった階段で階段の時になんか寝ぼけててすごい眠いのとお腹空すいたのでなんかはあってフラフラしててそしたらなんか自分でも知らないうちにドス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 って落ちてて階段から。で痛いって思った頃にはなんかもう一番下で寝っ転がっててで気づいたらなんかそのまま普通に。 あの行ったんですよお仕事の場所にそしてつ,ついて靴下脱いでみたらもう指がこんなに腫れててそういおりからのプレゼントは秘密です何でしょう何をもらったでしょうか「ふうちゃんかわいすぎた」「最近忙しくてツ追加できなくてごめんそんなことないよ」でもそうすごい。 なんだろうみんなが最近お忙しいのとかすごい知ってるしツイートできるタイミングとかリプできるタイミングでリプとかインスタのコメントとかしてくれたらすごく嬉しいですゆうやくんんさありがとおいちゃんもクマさんありがとう,がとう届いてなあたん届いてる私毎日夜に寝る前に届いてなあたん見てるよほんとこれはほんと いつも結構ファンの皆さん届いてナータンしてくれるんですけどいつも見てますツイッターでライブ写真流れてきて知りましためちゃかわです会ってみたいあおいちゃん会いましょうぜひスクショタイム欲しいじゃあみんなナータンがショールームしてるって拡散してトレンド入りさせよう <laughs> 無理ピース なんショールームしてるよっていうトレンド入りおもろすぎるでしょあと11日でお話し会そうだねビッビッビッチッビッめっちゃ緊張するなお話し会めっちゃ緊張するなみんな緊張しないのなったんめっちゃ緊張するんだマイカちゃんマイカちゃんありがとうマイカちゃん マイ,カちゃんマイカちゃんさいつもさなんかねなんかねなーたんねあ,、まあのねすごいねあのマイカちゃんのねリップをね見てるんだけどねいつも朝とか夜とかなんかあつ疲れたなーって時にマイカちゃんからいつもその疲れたなーって思ってるタイミングでリップがきてるのだからねあマイカちゃんはエスパーなんだなーって思うのそう。 私がなんかちょっと疲れたなとかああって思ってる時にあれあれあ今止まったよねああって思ってる時にマイカちゃんからリップがいつも来てて舞香ちゃんのリップで元気になるのでいつも本当にそういうところに救われてるしこれからもずっとナータンのこと好きでいてほしいなって思いますいつもありがとうマイカちゃんありがとうわこれからもずっと大好きでいてね マイカちゃんボブだよね伸びたのかな髪の毛そうなのロッシーさん指で済んでよかったよねほんとにえっとね左の足の薬指そうめっちゃお腹空すいた今さっきでも納豆キムチ食べちゃったんだよね夜ご飯は 食べてるよ3食はきちんと食べてるんですけどでもまあ夜はちょっと少なくしてるかもそう <laughs> 次から気をつけて階段降りてないほんとよ帝都音楽祭見なきゃ今日休みでよかったねえ今,今,今日今何時とは 7時十六分 <laughs> みんなナータンがショールームしてるようでツイートしてくれてるんだけど見てるよ今見てますよ今みんなの届いてナータン見させていただいてます <laughs> へへへへへふうかちゃんくまありがとうレッスン中気になるメンバーレッスン中気になるメンバーはってどういう質問 <laughs> どういう質問レッスン中気になるメンバーはとは「ハッシュタグ届いてなあたん」ちょっとトレンド入れさせようよそうそうそう。届いてなあたん」ってどういう仕組みなのか教えてほしい「ハッシュタグ届いてなあたん」でツイートすると渚が漏れなく監視しに行くよというお話でございますあのですね 届いてのあなーたんではナーたへの愛や今日一日何をしたよっていうことをツイートしてくだされば見ます絶対にぶっ倒そうなナーたんショールームほんと愛い,いありがとうみんな見てるよ今ちょっと見させていただいているんですよこういうふうに毎日にヤニやにやにやにやとあおいちゃんああおいちゃんさっきコメントしてくれたあおいちゃん えっとああありりががおいいちゃんありがたわーでございますえっ、ー、とさっきコメント読ませていただいたんですけどライブの写真でナータンを知ってくださっていたということでですねあの私すごい今回あの初めてツイッターであの1万リツイートっていうそのびっくりするリツイートをいただいたんですけれどもそれでやっぱり知ってくださったファンの方とかが多くてなのであおいちゃんぜひまた。 さの知ってくださったということで、あのお会いできるの楽しみにしてます。あおいちゃん覚えたからね。なーたん絶対会いに来ないとダメだよ。あおいちゃん葵であの覚えました。もう是非！次に会えた時はあの名札を青いっていう名札をしてきてもらって、そしたら絶対にああおいちゃんだって思うのでよろしくお願いします。 えー、みんなめっちゃ届いてナータンツイートしてくれてるんだがえ嬉しいありがとねみんなツイートしてくれて今テレ東 AKB さんあっゆうなさんナータン毎日大好き専用ナータン赤作るから待っててほしいぜひのどかちゃんくもありがとうゆいちゃんナータン可わすぎて元気出てきた本当に大好きありがとうそうあと私ねみんなに 今ね最近ねハマってるのがねつむつむにハマっててそうでなんか本当につむつむに毎日生存してるんだけどつむつむのハートが足りなすぎてもうピエンなのそうピエンなんですナンタンってお菓子とか食べるお菓子ね食べないんだよねそうお菓子は節制してるんですよマキマッチゃちゃんみたけたんくまありがとう あロッシーさんタワーありがたわーロッシーさん今うもねなーたんねあのお菓子のねやつ使ったの。毎日毎日使っててねあ毎日ね本当にねロッシーさんのおかげだなって思いながらね使ってるんですけど早くロッシーさんに会いたし今車にいるんだよねさっき見た気がする。 そうロッシーさんはいつも私にあのこれでもかというぐらいに幸せな言葉を言ってくれたりとか無償の愛というか無償の愛というかいつも私ばっかりもらってるなっていう気がするのでロッシーさんにもっと返せていけたらいいなって思ってるんですけど伝わってますか本当に大大好好ききだよロロッッシシささんんいつもも応援しててくれれあありりががとととううこからずっ そろそろ家着くから消えるね消えないでユキアナちゃんやだ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 新規でもファンになっていいですかそんなぜひ好きになってくださいビアアリーナ当たったよありがとう昨日ディズニーランド行っていいなね新エリア行きたいそう私本当につむつむがね が好きすぎるのでもなんかみんな「なんでツムツムハマってんの?」とかめっちゃ言われるんだけどそうでさっきねちゃんからのハートが送られてきまからりんちゃんからハート送られてきたと思ってでアンナに「お願いだからツムツムやって」って言って「お願いだから私にツムツムのハート送って」って言ってアンナに強制的に送らせたりしてます。 ありなこちゃんりなこちゃん大好きいつもありがとう,そう最近結構その私 TikTok とかで流れてくるあのなんか彼女間の動画とかを作ってもらえるのがすごく好きで彼女間っていうかなんかなんだろうその曲に合わせた私のやつとかを作ってもらうのがすごく好きでそういつも見てますみんな結構ね私に見られてるんだからね みんなね自分は見られてないとか思ってるかもしれないけどわたみなんか止まったんだがなんか止まったんだが大丈夫かなまゆりんちゃんたわありがとうまゆりんちゃんまゆりんちゃんなたんたんちゃんだよ最近ワンちゃん元気ですかうちのまゆりんちゃんまゆりんちゃん元んかな まゆりんちゃんもまゆりんちゃんのわんちゃんも元気でいてくれたら嬉しいですし早くまたお会いできるのを楽しみにしてますそうまゆりんちゃんとはねお洋服の趣味がすごく合うしそうだから早くねまゆりんちゃんと可愛いお洋服の話とかいろいろしたいなって思ってるしいつもリップとかも本当にありがとうございます。まゆりんちゃんに早く会っていろんなお話ししたりするの楽しみにしてるから。 元気でいてほしいです本当にそう最近ね体調崩したりとかがあって会えてなかったからめゆりんちゃんに早く会いたいありたんありたんチョキなーたんゲーム全然やらないからそう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 クルセリンちゃんと熊澤風カちゃんっていう私の大好きなお二人が私のことをあのプロデューサーだったら なんだっけアイドル5人みたいな選ぶやつに私を選んでくれてすごく嬉しいんです本当に本当に嬉しくて仕方がないんですよねそう渚が彼女だよそう私死者も好きですよ見られてないと思っ見られ 見てないと思ったらダメなんだよ。私超見てんだからね。本当に見てんだからみんなのこと。どんだけ好きだと思ってるの？みんなのことが。ふふふ。雪花ちゃん、たわーありがとう、雪花ちゃんありがとう雪花ちゃんさっきお家帰るから切るねって言ってたけど見てるかな？雪花ちゃん雪花ちゃん見てる？ そうゆきはなちゃん北海道にねちょっとあ個人情報北海道までならいいよねきっと広いから北海道に住んでてそうよく遠征とかしてきてくれるんですけど本当にいつも「あゆ幸花ちゃん気をつけて帰ってね」って言ってるぐらいすごい心配ででもいつも私に会いに来てくれてあの本当に初期の頃から結構ね あのショールームを見てくれてずっと好きでいてくれて本当にありがたい存在だなと思っておりますこれからもずっと大好きでいてくれたら何卒私は幸せでございますのでリップとかもいつも本当にありがとうございますそうそうそうみんなのこと覚えてるから「ナタンかみたすええあねえなんか止まりがちなんだけど大丈夫大丈夫そうかな そうめん最近私豆腐そうめんにめっちゃハマっててそう豆腐そうめんにはまっておりますちょっと届いてなあったん監視しようかな今から届いて届いてなあったん見ていまーす届いてなあったすごい届いてなあったんみんなめっちゃツイートしてくれてるじゃーん天才なのありがとう本当にこういう感じで見てるよこうやって じーって見て見そう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 ナータン何の科目が得意ナータンはどうと何の科目が得意国語と英語かなえふうかちゃん目覚ましじゃんけんしたってツイートしてたの嘘でしょ見てない見ます見ます今見ます私のこと好きですか好きだよんふうかちゃんの えっとえっ、ー、と暑い暑い暑くなりましたね最近本当にえ可かわいいんだけど本当に嬉しい本当においこす何味食べてるおいこす最近食べてなくてイ性スキルのバニラ味をめっちゃ食べてますみんな食べるべき約束みんな食べてね ししゃもさん語りたい。まきまっちゃちゃん、嵐さんタワーありがとうございます。嵐さん見てるー嵐さん見てますか？嵐さん、本当に嵐さんはこの間も金子で入ってくれたのかな？いつも本当に優しくて会いに来てくれてたくさんありがとう。いつもね。リップもね。絶対に欠かさずしてくれるんですよ。 そう見てるんだよ本当にあとインスタのコメントも結構嵐さんしてくれてて渚のためにアカウント作ってくれてありがとう嵐さんに早く会えるの楽しみにしてるし嵐さんから結構定期的に送ってもらってるファンレターいつも読ませていただいてます本当にありがとうこれからもずっと大好きなので私のこと嵐さんも好きでいてくださいいつもありがとうありがとうわありがとうわ ススキル異性スキルルラルムさんのレギュラーモデルそうそうその話をちょっとしたいのでじゃあ今からお時間を少しくださいあの本当に今回こうやってラルムさんのレギュラーモデルにならせていただいてすごく嬉しくて本当にボロボロ涙がこぼれてしまったのですがいつもこうなんだろうななんかあの何て言ったらいいんだろうな ラルムさんの編集会議っていうツイ,ートツイッターハッシュタグの時があった時も私のことを推薦してくださるったりする方がすごく多かったりとかして本当になんか私はファンの皆さんに支えてもらってるなって思うことがすごく多くて今回「ラルムさんの,あのレギュラーモデルになる」って聞いた時にファンの皆さんは。 喜んでくださるかなっていうのを一番に思い浮かんでいつもこう凪ちゃんの応援渚ちゃんが頑張ってる姿があの励みになってるよっていう言葉をファンの皆さんからすごくいただいているので今回こういうすごい素敵な報告ができてすごく嬉しいですしファンの皆さんのおかげでこうやって自分のやりたいことができてるっていうことがすごくありがたいしこれって。 当たり前のことじゃないなっていうふうにいつも思ってるので本当に支えてくださってありがとうございますということで本当にラルムさんの,あのモデルさんになれて本当に嬉しいですありがとうございます本当にあっ兄ちゃんだいつもありがとうございますっていうことを皆さんにお伝えしたかったのでお伝えできてすごく嬉しいですはい はい、伝わってればいいなありなこちゃんりなこちゃんはですね本当にねあのねりなこちゃんはね本当にねさんのことが好きっていうのがもう毎回本当に伝わってくるというか伝,ってく伝えてくれるというかりなこちゃんからのリプとか本当に毎回読んでて。 いつも朝と夜に絶対してくれるよね本当に絶対してくれてりなこちゃんのあの緑のアイコンを見るたびに安心するというか早くりなこちゃんに会いたいなって思うしりなこちゃんって意外と身長低いんだよね。バラ <laughs> <laughs> とりなこちゃんのことを早くぎゅーってしたいなって思ってますりなこちゃんいつも本当にリップとか愛とかたくさん伝えてくれてありがとうこれからもずっと大好きでいるのでりなこちゃんも大好きでいてくれたら嬉しいですいつもありがとうありがたわ陰性スキルいいよね美味しいよねめっちゃそう陰性スキルを 食べたよ。っていうのを言ってから、みんなが結構食べてくれて嬉しいんだ。私は古文漢文は大っ嫌いです。takahiro さんタワーありがとうございます。takahiro さん、この間あの3周年来てくださって写真撮ってくださってありがとうございました。 見させていただいてたくさん保存させていただいて載せさせていただきました本当に高大さんいつも綺麗な写真を撮ってくれてそして握手会とかでも渚への愛をたくさん伝えてくれて本当にありがとうございますまたね会える時が来たらたくさんお話ししたいので高大さん渚のことずっと好きでいてくださいずっと好きでいてくれてるのは分かってるんですけどありがとういつも本当にたくさん写真とか。 とってくれてリプも見てます高飛羅さんの <laughs> ずっと大好きだよありがとう本当にスキッピのマイカちゃんの顔もねそっくりだったじゃあやりますね今から出電あの出電センタースキマイカみたいなところからやるね出電似てるやっぱ似てるよねみんなめっちゃモノマネ好きやん そう、マイカのモノマネめっちゃ得意やねんそこのマイカのモノマネめっちゃ得意やねんアウラさん、タワーありがとうございますアウラさん、アウラさんちょっと初めましてなんですけれどもタワーありがとうございますアウラさん、私のことを好きになってくださったのですかねありがとうございます私もアウラさんのこと大好きになりました、今日で あうささん来ててくださってありがとうございます、えー、もしじゃあ,あの好きにししちゃう自己紹介をしますね <laughs> どうしよう好きにな好きじゃあアウラさんに向けて皆さんも皆さんにも向けてなんですけどはい斉藤渚ですえっと特技は口笛と <laughs> ダメだ口笛言っちゃいけないの私シソンヌさんにね口笛ダメって言われたから特技はフランス語と「 ダイエットの知識を語れることで、好きな食べ物はお肉とチョコレートです。えっ、ー、とみんなのことが大好きなので、これからも応援よろしくお願いします。久しぶりにやった。なたんパワー。ありがとう。あうらさん大好きです。あうらさんありがとう。すずちゃん、あおいちゃんみたけたん？ ちゃんユうミンちゃんドキちゃんくまさんありがとうちょっとあのギフト読むの遅れちゃってごめんなさいゆっくり待っててくださいたくさんおたくさん皆さんに感謝を伝えたいのでひいなぎファンの方のこと本当に大好きです皆さんのことそう届いてなった見ようかなそう、いつもね ファンの皆さんはね、私にね、愛を届けてくれるんです、本当に。そう。ありがとう。タラちゃんタラちゃんありがとうわ、タラちゃんタラちゃん,ちゃん見てるタラちゃんね、ちょっと待ってね。え、タラちゃんだよね、聖地巡礼してくれたの。あれ違うっけあれあ、そうそう、はやとさんだ。 ありがとうタラちゃんタラちゃんに早くお会いしたいですタラちゃんタラちゃん見てるよねいつも本当にね何に対しても私のやることに全部たくさんいろんな反応をくれて たらちゃんに救われてる部分が本当にいっぱいあるんですけどたらちゃんがねお仕事最近多分忙しいんだろうなっていうのはすごく伝わってきてそうでも最後に握手した時に「早く凪沙にたくさん会えるのを楽しみにしてるね」って言ってくれてたからオンラインお話し会でたらちゃんにお話できるかなすごい楽しみにしています本当にいつもありがとうたらちゃん。早く会えるるの楽しししみにしてるし直接 あの仕事お疲れ様って言える日が来るのを楽しみにしてるのでこれからもツイッターもインスタも全部見てますのでタラちゃん渚への愛をたくさん届けてね大好きタラちゃんありがとうあーたんもたくさんリプ送るよろしく絶対だよ似てるってあいかちゃんかわいいありがとう似てるよね マイナーターンエピソードマイカとのエピソードマイカは今日、今日そうだよいっぱいね話したよマイカとマイカちゃんは本当にお顔がかわいすぎていつもドキドキしちゃうのマイカに見られてるとドキドキしちゃうの恋かなタラちゃんテルリングさんゆうやんさんアンナちゃんアンナちゃんくまありがとう カエデちゃんタワーありがとうわカエデちゃんさっきショールームやるよっていうツイートしたときにカエデちゃんが行くねって言ってくれたから今日カエデちゃん来るんだ。カエデちゃんとどんな話しようかなってすごい思ってた。カエデちゃんのハイライト使ってるんだ。いえ似合ってるカエデちゃん。カエデちゃんのことをいつも考えています。カエデちゃんが 今回あでもどううなんんだろうカデちゃんポニーテーテルが一番好きじゃんじゃあポニーテール今からしようかな。ポニー。楓ちゃんポニーテールが好きだから今回の海辺の写真ポニーじゃないんだけどお団子なんだけど好きかなって思ってる。そう好きかな楓ちゃん。じゃあ楓ちゃんにあのお団子のやつのサインの生写真が当たりますようにって今あの当選祈願するね。 かえでちゃんに当たりますように <laughs> あ,りたありがとうわかいでちゃんありがとういつもチョキだよーチ今日は何時今日は何時までやる何時までやろうかな8時8時半ぐらいかな見てるあなった見てるよ届いてなった今そうだよー 関西弁好きなの関西弁好き花ナーたんエピソードください花ナーたんエピソードはいっぱいある最近もう私はなちゃんのこと好きすぎてちょっとみんな言ってほしいこれリップではなちゃんに私めっちゃはなちゃんのこと好きなのでもこのはなちゃんのことが好きっていう感じは恥ずかしくて出せないんだけどはなちゃんのことめっちゃ好きなの はなちゃんのこと好きすぎてそうもっとなんかもうはなちゃんとなんかニコイチみたいな関係になりたいキ <laughs> モ <laughs> 自分で言っててキモいわはなちゃんはね私的に絶対にはなちゃんは私私をね私がね私を絶対にね甘やかしてくれるのはなちゃんさなつんが泣くよって <laughs>。 サナータンはやっぱりさほらもうなんかもうあれだから親子だからさなたもうねサナータンはね神なのよさやねえ神吉さやかさんさやかさ、あサオリたんねえねえねえそうサオリたんにも言いたいことがあったのよやばいちょっと待ってごめんなさいちょっと私今日長いかもしれないショールーム長くなっちゃうかもしれないそうすあの 蜷川美香さんのインスタグラムのやつで沙織さんが私のことをあのせこう言ってくださっててすごくそれがありがたくてなんかそういうなんかこの間 TGCT に出てほしい人みたいなやつにも斉藤ぎさちゃんがいいと思いますみたいなことをツイートしてくれたりとかあとモデルプレスさんの推しのやつとかにも「こう斉藤ぎさちゃん」っていうふうに送ってくれてる子とかがいてなんか。 そういういのすごくありがたいしなんかいつもこうこれにはぎさちゃんがいいんじゃないかなっていうふうにハッシュタグとかでやってる企画とかに私を推薦してくれてるのすごい見てるのでいつもありがとうございますっていうのをね伝えたかったんだよずっとそうなかなかね言う機会がなかったから今言えてよかったえ止まってる大丈夫止まってない 止まっっててないよね待ってすごくねいろいろねギフトが流れちゃっているんですけれどもこれ読めてたえちょっと待って待ってピエンピエンストップストッピングストッピングえこれタワーさー投げてくださってる方が。 多分流れちゃってると思うんですけどもし読めてない方いたら教えてくださいコメントでえー、ちょっとどうしてちょっとちょっと待ってこっちのあこっちのアカウントで見たらダメなのかなこっちでも自分の赤になっちゃうのかなちょっと一回ログアウトして自分を見るちょっと待ってねログアウトします。来月のオンラインお話会楽しみ私も楽しみ よしちょっとアイドルで自分のを見ますねストップストップ斎藤凪さん出てこないんだけどあ出てきた出てきたあ自分今自分を見てる今自分を見ているちょっと待ってねえ出てこないじゃんあ出てきた出てきたええこれで合ってるちょっと待ってね自分で見るっていうちょっと待ってくださいねだんだん熱くなってきちゃったよね アンナちゃんあおいちゃん竹若丸コップさんレナータンありがとうくまちゃんそうはなちゃんのね愛がすごいよ今えりぽんも混ぜてくれじゃあえりぽんはなーたんねいよなーたんもあるよもうやっぱりもうメンバーみんな大好きだから本当にそうメンバーみんな大好きさなーたんエピソードはもうさだって待ち受けなーたんなんだよその。 そう二平さん六本も六本もダーーありがとうございます一位じゃないですかじゃあ六本分の愛を今から届きますね大谷さん大谷さんと大谷さんと二平さんの関係性がとっても大好きですそうすごいねミーナと話すんだけどそうあの三周年の時もいてくれて そう私ねマジでね秒で見つけたから1秒で見つけたの私二平さんのことそういつも本当になんかなんだろうな愛が伝わってきてなんか素敵だなって思うしあのなんかすごい優しいなっていつも思う <laughs> 本当に優しいなって思うしその私がその辛かった時に多分二平さんもい なんだろうな恋でやったのかわからないけどすごい救われたことがあってだから本当にありがとうございますっていうのをお伝えしたいなって思ってます本当にいつもありがとうございますこれからも応援よろしくお願いします6本分のじゃあ愛を今から届けるね6本23456ありがとうにえさんラブユーつられないと思うけど大好き。 ありがニエンさんタワーありがとうございますそうナーたンそんなとこまで見てるんだよなななあでちゃん結構私はすごい関心をする人なのでんでしょいおりちゃんそうすごくね隅々まで見せさせていただきそう「届いてナーたン」もいいと思うしなんかさやっぱりこう「届いてナーたン」っていうのがさ多分例えば。 バンって出てきたらさ、どういう子なんだろうって気になるしさ、やっぱトレンド入りさせよう。うけ <laughs> る。なぎさトレンド入り目指しすぎやろ。なぎちゃんってなんでそんなにいい子なの、そんなことないです。みんなが本当に。優しいからだからね。みんなのおかげでいつも頑張れてるので。 よしちょっとギフトをねこっちで読んでいるというごめんなさいちょっと遅くて遅くてごめんなさいにゃっほー今来たねこねこさんありがとう萌ちゃん渚大好き会いたい私も会いたいもう何時今7時54分なしこさんそうだよなしこさん早くなしこさん会いたい ツイートいっぱいしてありがとう,う。自分で自分を見てる。おぎはなちゃん、おぎはなちゃんはね、ななたのことすごい好きって言ってくれるんだ。ご飯作ろう。何ご飯作るの？ななたんもご飯食べたい。ななたんが今一番食べたいものはオムライスです。ダントツ一位でオムライスが食べたい。 えっと桃太郎さん、桃太郎さんタワーありがとうございます。桃太郎さん、桃太郎さん、桃,桃太郎さん初めましてですか？桃太郎さん、私は桃太郎の物語だったらえっとね。犬推しです。犬が好きなので、桃太郎さんありがとうございます。乃さんのことはどこで知ってくださったんだろう？ 桃太郎さん覚えましたのでぜひ次握手会など来た時は「桃太郎です!」って言ってくれたら「あ私があの犬が好きって言った桃太郎さんですよね」ってなると思うのでぜひ皆さんぜひ皆さんじゃないぜひ桃太郎さんもし会いに来てく時は「桃太郎」って伝えてもらえたら嬉しいですありがとうたば投げてくださって桃太郎さん。ももあ歌っちゃいけないのか。 桃太郎さんこれからもずっと好きでいてくださいありがとう桃太郎さんありがたわ歌なぎの待ち受けはママとのツヒョットだよだから公開できないの俺もなーた待ち受けやで絶対変えちゃダメ私待ち受けとかにされたら変えた変えられたらね泣いちゃう人だからねなーた今来た眠いちゃん来てくれてありがとう なんたんかわいいよってありがとうありがとうございます待ち受けなあたんだよみんちゃんありがとうだるま線香すごっめっちゃだるまイコールラブとっても聞いていますありがとう私もイコールラブめっちゃ聞きますじゃあちょっと待ってねギフトも読みますねとど,どこまで読んだっけ ちょっと待ってね、ちょっとね今、自分で自分を見てるっていう斬新な、斬新な感じになってるんですけど、え、どこまで読んだかなちょっと待って。えー、っと、ああ来ました、来ました。出遅れてきたけど、幸せすぎて幸せ。私も幸せ。<laughs> マジでそこまで見るってほど見るよね。そう、見るよ、見る。 みんなツイートするわ。ってありがとう。もえちゃん、もえちゃんありがとう。はもえちゃん、もえちゃんはね。あのね。もえちゃんの声もね。もえちゃんの声もできないな。めちゃめちゃ可愛いんだもん。もえちゃんの声、本当にもえちゃんの声が好きすぎていつも言ってると思うんだけど、もうね。なんかね。もえちゃんの声になりたかったって思うぐらい。もえちゃんの声が好きなの。なぎちゃん、なぎちゃんって言ってくれるんだよね。 早く会いたいたし最近ねまた会えてない期間がずっと続いてて萌ちゃんはなんかさずっと会えてなかった期間があったからそう久しぶりにに会えたた時にえちゃんっってなったのだからまた次会う時に萌ちゃんってなるの楽しみにしてるしオンラインサイン会オンラインサイン会じゃないオンラインお話し会で萌ちゃん会えるのかな 会えたらたくさんお話ししようねたくさんかわいいお顔と声を聞かせてね萌えちゃんいつもありがとうありがたは大好きだよ萌え萌えって呼んじゃったそう3周年の「ずるいよずるいね」結構褒めていただくことが多いんですけど自分的にもうま,うまくいったというかすごく感情が入ってやっぱりファンの皆さんの前っていうのもありますし。 そうやっぱり久しぶりにファンの皆さんの前でパフォーマンスできてすっごい楽しかったなんか秒だった3秒で終わったもん3秒で終わりましたえっと「レナタンえなんか出てきたんだけど何これすごないオムライスの中に納豆キムチ食べたいそれすごない今の何 レナタン,ナタン,ナタンいるかな今もちょっとあのタワー読むの皆さん遅くなってしまって本当に申し訳ないんですけれどもレナタン見てるかなレナタンいつも本当に応援してくれてありがとう。レナタンもねいつも毎回リップとかも欠かさずにしてくれてそれでいつも可愛いよって本当に褒めてくれてそうなぎさんのことをいつも本当にたくさん可愛いって。 いつもなんか何があっても言ってくれるし伝えてくれるっていうか私すごい褒めてもらえるのがすごい好きでだからこそなんかそうやって私のことを全部こう肯定して可愛いよって言ってくれるレナタンのことがとっても大好きですいつも本当に助かっていますレナタン早くまたあのカメコのあれ何んて言うのこのカメコバッジみたいなやつあるじゃんこうつけるやつ。 あれつけてナータのつけて会いに来てねレナタン楽しみにしてるね大好きだよ本当にありがたわあれナタンナータン初めて来ましたありがとうございます何時までやるまだね決めてないの何時までやろうかなと思ってて届いてナーんあめっちゃみんなツイートしてくれてるうれってぃ ありがとう。ロック画面もホーム画面もなったんです。本当。なんか切れたんだが。ええ来てる来てる？あああ来た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 。キタン語じゃないこれ。キタン語じゃない？ ああもう緊張したわ緊張したわじゃないもうねどうしようかと思ったよ本当にもうこうやってさびっくりさせないでほしいよね iPad さんもこうやって私のことをちょっといい加減にしてほしいよね本当に怒っちゃうよなあたそうよくねあるんですよいなんか多分長時間配信したらねなっちゃうんだよね ゆうくんくんもはじめましてさんかなもしかしたらなんだろうこれ「ゆうくん STU48 さんのうちはを持ってらっしゃるありがとうございますありがとうワー」でございますゆうくんさんゆうくんさんありがとう STU さんだと棚倒しなんだろうあのですね門脇みゆなさんが私のあいかつのツイートに反応してくださっていてすごく嬉しかったので。 もしあの門脇美う奈さん推しだったら <laughs> 伝えてくださいどなた推しなんだろうユウくんぜひぎさちゃんのことも好きになってくださいありがとうありがとうはでございますユウくん大好きですオムライスなーたんに作ってあげたい作ってなーたん人がね作ったご飯食べるの大好きなのそうだから みんなにね作ってほしいナータンのナータンにご飯を振る舞う会をやろうスペシャルイベントでいいやろうお昼だけどねでもお昼にやろうそれ約束ねみんなみんなどの料理を作るか考えておいてねはやとさんありがとうわーでございますありがとうわーはやとさんはやとさんあのですねはやとさんあの 言ってくださいましたよね聖地巡礼にめっちゃ今ねそう見てて超嬉しくてありがとうございます本当に本当にありがとうすごいあのおむなんだっけえー、っとお好み焼き屋さんに行ってくれたよね映画のそう聖地巡礼とっても嬉しいんですだから皆さん本当にあのなんだろう聖地巡礼とか結構。 多分初め,初めてではないんですけど多分はやとさんしてくださってすっごいびっくりしてすごく嬉しかったのであの本当にありがとうはやとく君そしていつもあの朝とかね朝ね私めっちゃ早起きなんだけど朝起きると絶対にはやとさんがツイートしてて「あ私より早起きだはやとさん」って思いながらいつも「お花たんのツイートを見ていますいつも欠かさずしてくれてあ「ありがとう大好き」「ありがありがとう」 イオナータン全行程 <laughs> イオナータンは意外とラブラブそうなんです意外とラブラブなんですよイオナータンそうせやねんえーっとあやみんちゃんクマありがとう縦画面可愛かったやだやだよ 高齢すぎて好き。どうしよう。いつさまたフリーズするかさ怖くて仕方ない。本当に。みんちゃん、みんちゃんタワーありがとう。わ。みんちゃん、みんちゃんわかるよ。みんちゃん、みんちゃんはあの本当に瞳が返ってきたときに、みんあ何でも。ない何 <laughs> でもないよ。そう。みんちゃん。みんちゃんはね。 本当に優しくてねお母さんみたいに私を包み込んでくれるんですよでツイートとかもいつも反応してくれて可愛いって言ってくれてそうでも最近まあね皆さんにも会えてないんですけどやっぱり会えてないのがすごい寂しくて早くみんちゃんのみんちゃんギちゃんって呼ぶよね多分「ギちゃん!」っていうちょっとじゃあみんちゃんのモノマネね「ギちゃん!」 会いたかったっていう言葉を早く聞けるのを楽しみにこれからも一生懸命頑張るからみんちゃんも一緒に頑張ろうねお仕事とかもみんちゃんのお仕事応援してるので一緒に頑張りましょういつもありがとうみんちゃんリプも見てるよありがとうみんちゃん大好きありがたわロック画面 おめめキラキラありがとう iPad にそう怒っといてみんなちょっとさリップが足りないからリップクリーム塗っていいあめっちゃうるうるなったうるうるなったこれは結構レアですよみさんうるえめっちゃお腹なるんだけどなんか最近食べても食べてもお腹減るんだけどどうしたらいい どうしたらいいのこれお腹減っちゃうキリちゃんクマありがとうマリーちゃんもクマありがとうございます耳かき外してほしい耳かき外してほしいってどういうことこういうことどっちもなんかめっちゃ大人っぽくない大人あたんって感じじゃあちょっとこれで行こうかなあ大人あたんだねみんな自分のこと今見てるんだけどさショールームで <laughs> 食欲の秋だからね。確かにそうだね。復顔すこ。ええー、と。ななほちゃん、たま、ありがとう。ななほ。ななほ、いつも見てるよ。最近ね、最近もリップしてくれて、ありがとう。ななほ。ななほは。ななほ。ななほは。<laughs> 本当にね。で、毎回伝えてると思うんだけど。なんか一時期。 ああんまり会えててなかっった時期があってそうだからこそ今ずっと好きって言ってくれるのがすごく嬉しくて七々穂がカチューシャでカチューシャ七々穂はカチューシャのイメージだからいつもカチューシャとかを見るとああ菜穂に似合うかなとかすごい思うそういつもね七々穂に似合うかなこのカチューシャって思いながらカチューシャとか見てるそうなんだよ七々 早くまた会えるの楽しみにしてるから菜々穂もねお仕事とか頑張ってねよりがナータン可愛いってツイートしてるよ嘘でしょツイート見よウソでしょツイートするわツイートするわじゃないツイート見るわあ本ほんとだ「声優パラダイスナータン愛おしい」ってツイートしてるそう私さほんとに走るの苦手すぎてそう菜々穂ちゃんありがとねありがとわ ありがわでございます大好きななほとろとろのオムライス作ってあげたハンバーグみんなカップ麺作ってあげるはダメだよそれはカップ麺はねまあ手料理かまあそうだね許してあげるじゃカップ麺でもいいよみんなじゃあなーたに得意料理をみんなはあれですよあげる回ですから。 あなたは赤身より脂身が好きそう焼肉は赤身より脂身派そうそうそうふーちゃんふーちゃんありがたわーふーちゃんいつもねふーちゃんはねショールームとかで絶対にめっちゃ早くいるイメージふーちゃんあとはリップとかもしてくれていつもありがとうございますなんかねそういう一つ一つのことをなんかすごいたくさんやってくださるやってくださるっていうか一つ一つのことをチェックしてくださる すごい嬉しくて私はなんかこうなんだろうななんか自分がやってることを全部こう一つ一つチェックしてくれるのってすごい幸せなことだなって思うからいつも本当にショールームとかあとサイン会の時も多分ふーちゃん」って書いた気がする違うかなそういつも本当にたくさんいろんなことをチェックしてくれて「ありがとうございますふーちゃんふーちゃんふーちゃんってね「ふーちゃん!」って言いたくなるの「ふーちゃん!」 ふーちゃん、これからもなーたんのこと、全部いっぱいチェックしてくれたら嬉しいです。いつも応援してくれてありがとう。ありがとう。はふーちゃんラブラブ。I love w o スクショ止まらん。いっぱいスクショしていっぱいスクショしていっぱい拡散してトレンド入りです。<laughs> もうトレンド入りばっかり言ってる。 インスタののコメント方が多くてごめんねいつもごめんんそななこといよインスタもツイッターもみんなたくさんコメントしてくれてるの見てるのでありがとねザキさんザキさんザキさんタワーありがとうございますザキさんザキさんいっぱいさっきからショールームもコメントしてくれてるよねありがとうザキさんザキさんザキさんザキちゃんかなザキザキくんかなどっちなんだろう知りたい 教えてくださいちょっとじゃじゃじゃザキちゃんだったらうんザキちゃんだったらねどうしようかなザキちゃんかなザキくんかなちょっと知りたいそれを知りたい今今一番知りたいことナンバーはザキちゃんかザキくんかそれにしてもザキちゃんえちょっと待ってザキちゃんかザキくんかちょっと待ってコメントあるかな <laughs> ちょっと待って読んでるけど ザキちゃんかザキくんかちょっとわかんないなちょっと今コメントじゃあ読んでおりますあミルクティアさんがタワー飛ばしてるよ嘘。あちょっと待ってねちょちょっと待ってねちょっと待ってくださいねザキちゃんザキちゃんだそうですザキちゃんザキちゃんありがとうございます本当にタワーちゃんということでザキちゃん大好きだよ覚えましたまた あの握手会とかオンラインお話し会とかあったらザキちゃんだよって伝えてくださいありがとうありがとうはザキちゃんコメントショールームでたくさんしてくれてるの見ておりますありがとうザキちゃんパクパクしてるのかわいい意外と私ね2時間ぐらいやってるんだねそうじゃない結構やってるよね私ショールームミルクティアさん たまありがとうございます。ちょっと飛ばしちゃってたみたいで、ごめんね。ミルクティアちゃん、ミルクティアちゃん、ごめんね。読めてなくて。私はあのミルクがすごく好きなんですよ。あの。ミルクちゃんってわかるかな？あのなんだっけ？あのシナモンのさ、ミルクちゃん、ミルクちゃん、ミルクちゃんシナ,モンシナモン。そうシナモンのミルクちゃんがめっちゃ好きで。 ちちちっっゃゃい頃からめっちゃ好きなんですよミルクタちゃんミルクティアちゃんのさアバターめっちゃかわいい斉藤渚ちゃん諸橋さなちゃんが好きって書いてあるありがとうじゃなーたんのことをしてくれてるんだねミルクタちゃんミルクタちゃんありがとうだわあのさなーたんが好きということでじゃあさなーたんのうんなんかエピソードは今日も。 ン可愛いねって言われたそういつもね可愛い,いって言ってくれるのサナは本当にサナはナ々たんのことを全肯定してくれるんだそうありがとうございます本当にいつもサナが <laughs> ミルクティアちゃんこれからもサナ々たんのこと大好きでいてねありがとう大好きナ々たん大好き私も大好き じゃあ、こどもなーたんになるね、今から。うーんー、こなーたってどうしたらいいんだろうな。なたん <laughs>。なたん。なたん。めっちゃ恥ずかしい。顔真っ赤になってきた。ちょっとやめよう。子供もなーたやめよう。恥ずかしいわ。恥ずかしみが深い。えーっと。 焼肉をおごってあげる肉じゃが肉じゃが,じゃが食べたい <laughs> 橋本環奈さん好き <laughs> 橋本環奈さんっていう今こうキーワードが目に入ってきたあと浜辺美波さん「最近私たちはどうかしてる」を見ました今日最終回じゃないそうだよねえーっとえーっとひこにゃん ひこにゃんありがとうございますひこにゃん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 いつも見てるよひこにゃんのことひこにゃんは今誰が好きなのかなって思いながらいつも見てるけどでも結局ナタくなたのことが大好きなの知ってるよひこにゃんひこにゃんに早く会ってにゃんにゃんってしたいです一緒にひこにゃん いつもでもありがとねリップとかもね欠かさずしてくれてるの見てるし本当にずっと結構最初の方から本当に応援してくれててそうすごくずっと好きでいてくれることって当たり前じゃないなって思うのでいつも本当に救われていますリップとかもあのたくさんツイートとかも渚への愛を届けてくれてありがとうずっと大好きですこ,こにゃんありがとうありがとうちき ザキちゃんだそうですみんな「ザキちゃん」って教えてくれてありがとうしょこちゃんがインスタライブしてるそうなのなーたんもインスタライブ今度またやるねショールームとインスタライブを結構交互でやってるんですけどそう交互でやらせていただいてるので次はインスタライブやろうかなと思うので皆さんぜひインスタの方チェックしてください2時間も経ってない1時間半くらいやってるそうなんだ 目おっきい可愛すぎるありがとうあキャンアミちゃんじゃんアミちゃんアミちゃんちゃんちゃん二恵さん七本目のタワーありがとうございます私七っていう数字が一番好きなので大好きです二恵 <laughs> さんはねなんだろうななんかね違うかなあの美味しいラーメンを食べてるイメージがあるなんか一回二恵さんが乗せてた あの二郎系のラーメンかなですっごい美味しそうだなって思ったのがあってそれ保存したんだよねいつか行きたいなと思ってそうだから美味しいラーメン屋さん教えてほしいにへんさんにぜひなぎさんに教えてくださいいつも見てます <laughs> ファンみたいなこと言っちゃったありがとうねいつも本当ににへんさん大好きなので <laughs> 軽く言ってないよ本当に思ってるから言ってるからね 信じてほしいこれは本当に大谷さんとの関係がすごく好きですいつもありがとう本当にこれからも大谷さんのことをよろしくお願いしますありがとう,ありがとう今日はさなつ何歩歩いたんでしょうか何歩歩,く歩いてんだろうねさなつん1万歩ぐらい歩いたんじゃないかなさなつんがね首をねやっちゃった時にね心配すぎてね本当に心配だった はじめてきました。まゆちさんはじめまして。やまこさんなあたん今日も生きててくれてありがとう。こちらこそありがとう。さやプリンちゃん。さやプリンちゃんわかるよ。さやプリン。プリン食べたい。なぎさがいっちゃん好きなんよ。私も好き前髪が終わっているよね。前髪が終わっているんだけどあたくし。よし。 えなんかね今日ね前髪がダメなん今日前髪がダメな日、うん、私結構そう今ちょっと衝撃の告白をすると重たい人間なんですよそうだから結構ね LINE の LINE っていうか連絡の返事が来なかったりするとなんか、うん、私のこと嫌いなのかなって思うし いつもリップしてくれてるファンの方が、リップしてないと、忙しいのかなとか思っちゃうし。そう。<laughs> そう、結構重たいんだよ、みんな知ってた。渚は重たいの知ってる。綾乃ちゃん。綾乃ちゃん、たま、ありがとうございます。綾乃ちゃん。もし渚の知ってる綾乃ちゃんだったら。結構いつもリップとかしてくれたりとか。 してると思うんですけれどもしてくれてる彩乃ちゃんかなありがとう本当に彩乃ちゃん彩乃ちゃんはね握手会来てくれてるかな彩乃ちゃんどうなんだろうでもリップとかしてくれてる彩乃ちゃんはすごい覚えてるのでもしその彩乃ちゃんだったらあのまたお会いできる日を楽しみにしているのでオンラインお話し会とか あの握手会とかで会えるの楽しみにしてますいつもリップたくさんしてくれてありがとうや乃ちゃんや乃ちゃんありがとうわ大好きだよや乃ちゃん今も見てくれてるかな綾乃ちゃんや乃ちゃんチュキキみんなからのリップ本当に読んでるマジでリップとか朝リップとか夜リップも全部読んでるあと届いてなかった そうでももしショールームの名前とそのツイッターの名前とかがもし一致してなかったら申し訳ないなってすごく思う「サナツンより箱押しだけど最近ナタンにもおねさなのです」「サナータンマジで尊すぎるんご」「ありがとう」「私もサナータンはやっぱりちょっとカップカップリングカップリングって何 <laughs> サナータンのそのコンビを押してくださる方が結構最近多くて嬉しいです」 涙袋かわいいあやちなぎなぎ推しなぎなぎって呼んだらこれ怒らないよなぎなぎ初めて初めてね言われたかもナータの歌めっちゃ好きですありがとうえっと萌ちゃんくまマ,マリちゃんくまマ,マリちゃんマリちゃんくまありがとうえっと、ユキタンユキタン たわありがとうめっちゃ目が今目がしょぼってした「ゆきたんたわありがとう」「ゆきたん最近は元気?」見てるよいつも「ゆきたん」「ゆきたんはねあの画像が好きだったんだよね」あれ違ったよねなんか「あなんたのあの画像が好きだ」って言ってなかったっけ?そう「ゆきたんがあまりにも可愛すぎて」って言ってたから「ゆきたんは本当に可愛くて早く会いたいな」って <laughs>。 <laughs> 思ってるしユキタンが「なぎたん!」って言いながら会いに来てくれるのすごい楽しみにしてるしオンラインお話し会来てくれるのかなユキタン早く会えるの楽しみにしてるねこのポーズ早くしようねユキタンハッピーセットだからなあたんたちそうあのノイミーちゃんにもハッピーセットが二人永田しおりちゃんと見るって見るそうあももきゅんと永田しおりちゃんがハッピーセットだっけ オンンライン行くってユキタン待ってるねじゃんいっぱいお話ししようねいつもありがとう大好きユキタンありがたわありがたわナータンに呼び捨てされたいユイ呼び捨てね私ね結構ね呼び捨てするの恥ずかしいんだよねナータンの記憶力本当にすごいでしょちちゃゃゃんヨーちゃんんじ初期 なぎったなた見たたたら疲れどっっかかいたよかったみんな最近ね疲れたまりやすいよね私も最近めっちゃ疲れるんだなんかそうすごい最近ね疲れたまりがちで,でそうなんか最近すごい泣いた,泣いたのねそうだからみんなと話したいなと思って今日はショールームした私なんかなんか悲しいことが悲しいことじゃないけどこうちょっとへこむとか ちょっと辛いなーって思ってる時に結構ショールームするかもみんなからのこうコメントとかを読んでいつもそうショールームするとめっちゃ元気出るんだよねそうなんかそうのありがとう「シュキンピ」「シュキンピ」だよみんなのことそうそれまた話したい今日ちょっと話すわそれ話しますねはるにゃん はるにゃんたまありがとうはるにゃん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 いつも見てるよいつも見てるよいつもありがとうでコメントとかしてくれてはるにゃん本当に最近でもなんだろうなさややんとなーたんとみずきちゃん山下みずきちゃんが好きってはるにゃんは結構話しててそうでもはるにゃんがいっぱい。 なーたのこと好きだよって言ってくれるたびにすごい嬉しくなるしはるにゃんに早く会いたいもっと重くされたいって今はるにゃんのはるにゃんのこと見てたらはるにゃんのはるにゃんのこと言ってたらはるにゃんのコメントがこのペンギンちゃん私めっちゃ好きなんだはるにゃんのアバターのじゃあはるにゃんにもっと重くなるねじゃあはるにゃんは私のことだけをずっと好きでいてね じゃあはるにゃんにもっと重くたくされたいって言ったから言われたからじゃあはるにゃんに対してはもっと重くなりますありがとうはるにゃんありがたわありがたわ好きって言ってくれたら切るのに最近のピンエンのエピソードいっぱいあるよピンエンはねえええんですからそうやまこさんやまこさんだまきまっちゃちゃんのいみーちゃん のいみちゃんひーちゃんと最近めっちゃひーちゃんとめっちゃ電話とかする鈴木ひとみちゃんめっちゃほんとにひーちゃんはなんか親友って感じんかねこうひーちゃんつらい時に絶対ひーちゃんに電話するしひーちゃんもつらい時は私に連絡してきてくれるしそういう関係がすごく好きで。 そうひーちゃんひーちゃんへの愛が伝わってたらいいなと思いますひーちゃんに「<laughs> なーたんが持ってるジルシチュアートのコスメで一番好きなのえー、ハイライト」ツイッターとねそうこまちゃんの多分テ TikTok のアカウント見つけた気がするそうみんなのね渚のやつ斎藤なぎ渚で検索して見てるんで TikTok そうそうそう れいちゃんれいちゃんありがとうわれいちゃんねれいちゃんのさ意味深ツイートめっちゃ気になったんだけど本当に本当にちょっとびっそんなことないからねこれだけは伝えておくけど本当に。 本当に信じてほしいしレちゃんのことずっと大好きだしあのですね私3周年ですぐに見つけたからねレちゃんのこと知ってたあとねのりこっ子めん家の時にレちゃんのこと見たんだよいつも本当になぎさんのことを大好きでいてくれていつも救ってくれる言葉をくれてありがとうレちゃんのこと大好き本当に同盟で倒しますから頑張りますありがとう本当にいつも。 大好きだよれちゃん、ありがたわはやとはやとって呼ばれたい、ハヤト呼び捨てファンタジー夜にかける、毎日聴いてるそういおりの夜にかけるがもう大好きすぎて本家の方のもすごく大好きなんですけどいおりの夜にかけるもすごく好きでもういおりに毎日本当にあなたいいわねって言って LINE してます お話会楽しみザキちゃん来てくれるんだじゃあザキちゃんっていうねモナちゃんサトナータン推しモナちゃんサトナータン推しさんありがとうございましたわサトナータンってことはサトネちゃんとナギサ推しってことかなモナちゃんありがとう私はねじゃあサトナータンのちょっと前髪を直してめっちゃ綺麗今。 佐藤ちゃんととのお話をしたいと思い思ます佐藤ちゃんはね、すっごくいい子でさ里ねちゃんはあのすごい仲良しなんですけどとちゃんにも辛いことがあったらいつも「佐藤ちゃん」って言って連絡してるんですけど本当にねとちゃんはいい子で優しくて渚の支えでいつもね「とちゃんと一緒に頑張ろうね活動」っていつも2人で励まし合ってるというかこうお互いを高め合っていってる存在だなって思って。 そうちゃんのこと本当に大好きなのでモナちゃんかなモナちゃんこれからも佐とナータんのことずっと好きでいてくださいありがとうタワーありがとうわモナちゃん大好きだよそう頑張ってるなってありがとうヘイブンさんもありがとうそうなんかねいつもあ辛いことがあったらショールームを結構やるんですけどいっつもファンの皆さんの「 そそうそれでショールームした後とかに「届いてな」かったんで検索したりしてそうあいかちゃんあいかそういつもみんなから元気のパワーをもらってるほんとにそうそうそうなんかね私って向いてるのかなってめっちゃアイドルに向いてるのかなってすごい悩んじゃう時があるんだけどそうでもみんなが こうツイッターとかで「あなたは天性のアイドルだよ」とか言ってくれたりしてすごく助かっ,助かってるというかあ私アイドルになってよかったなって思ったりとかすごいしてそうなんかファンの方からの言葉でいつもアイドルになってよかったなって思うな本当にそうありがとう 雪花ちゃんタワーありがとうゆきはなちゃん2本目トゥートゥートゥーじゃあ2本分の愛を送るねありがとうゆきはなちゃんゆきはなちゃんがねあの初期の頃に私のショールームをすごい見て拡散してくれてたじゃないですかそれすっごい見てて初期の頃にで最近もあの してくれるじゃないですか。だから初期の頃と比べて、あ、私めっちゃ変わったなって思いながらいつも雪花ちゃんがスクショ載せてくれたりするの見てるんだけど、本当に最初の頃から変わらずにスクショ撮ってくれてたくさん拡散とかしてくれて本当にありがとうございます。雪花ちゃんのことずっと大好きだし、雪花ちゃん今日何してるのかなっていつも思ったりするし、そう雪花ちゃんからのリップがすごく嬉しいのでこれからもずっと。 本当に末長く一緒にいてくれたら嬉しいです。本当にありがとう、ユキアナちゃんとは。大好き。はにゃミリニャータンを、そっか。春にはミリニャータンか。ミリニャータン。そうだね。春にはミリニャータンだわ。でも、重たくされたいんでしょ、はるには春には重たくされたい人でしょ。覚えた。 そう惑星ループも見たアンナもいオりも保護アンナも保護かわいすぎて保護マジでふーちゃんレナタンハートとかくまさんありがとうございますもう8時半だやばじゃあ40分で終わろうかなと思っております最後にじゃあお話ししようみんなコメント読むね みんな聞いていてほし iPad の充電が5%しかないらしくてだからちょっと35分に終わるね多分えやばいよね5%って絶対ねやっぱぶっちぎられちゃう気がするから一回ちょっとランキングを読んでみんなのコメントを読んでお話しして終わりたいと思いますテリーさんまだ見てるかなじゃあランキング読みます じゃん。13位、モナーさん、サトナータオシさん。ありがとうございます。大好きです。12位、カエレちゃん、カエレちゃん。ありがとうございます。カエレちゃん。大好き。ありがとう。11位、レナタン。レナタんもありがとう。大好きだよ。ありがとう。10位、スズちゃん。スズちゃん。ありがとう。大好き。スズちゃん。19位、レーナちゃん。レーナちゃんもありがとう。大好きだよ。8位、 竹若丸、竹若丸、ありがとう、大好きだよ、竹若丸。七位、三竹炭、ありがとう、大好きだよ、三竹炭、ありがとう。えー、6位、ゆうや、ゆうや、ありがとう、ゆうやくん、大好きだよ。五位、道義さん、道義さんもありがとうございます、大好きです。四位、舞香ちゃん、舞香ちゃん、ありがとう、大好きです。三位、あやみん、あやみん、ありがとう、大好きです。二位 ゆきあなちゃん雪アナちゃんもありがとう大好きです1位二平さん二平さんありがとう大好きですありがとうございますえー、っとじゃあ35分までコメント読んでいきますね5%なのでもしプチッって切れたらああなた充電なくなったんだなって思ってもらえばありがたいです押させてくれてありがとうこちらこそ本当にありがとうなんかねなかなかショールームとかもできる機会があんまり ないといとうかこうあんまりできてないのでやりたいなとはすごい思ってるんですけどやっぱりいろいろあってできづらかったりとかもあってだからこうやってあのいつも元気をもらう場所としていつもファンの皆さんとお話できて嬉しいし全部のコメントは読めてないかもしれないんですけど本当にまたたくさんコメントしてくださったらいつか絶対読むので。あの 本当にこれからもずっと好きでいてくれたら嬉しいです。はい読みます今からコメントヘイブンさん仲優さんあっちゃん福井ちゃんサオリたんなおふみモモちゃんあモモちゃんありがとう雪アナさんえピ、ー、エンサオリたん、ポムちゃんポムちゃん可愛いよみんなストーリー見た あなたのおかげで頑張れるありがとうマイタンコちゃんゆきアナちゃんいなかさんマナタンアイカ一パーセント強い確かに土内さんトモカちゃんリナッチさんタケチーさん、えー、リナッチちゃんトモカちゃんゆうかちゃんマイカちゃんリナッチちゃんレナ,ナタン、えー、トモカちゃんモモタンマリーちゃんリナコちゃんアイカなちゃんやけナちゃん関吉みんなありがとう本当に セーパラダイス買ったありがとうセーパラダイスのツイートするから今今からみんな見てねあと届いてなーたんぜひ待ってますトレンド入り <laughs> しつこいんじゃって感じなんだけどちょっとぜひ楽しみにしてますトレンド入りさせよう <laughs> 絶対無理無理オブ無理じゃんって感じなんだけどぜひ「ハッシュタグ届いてなーたん」でつぶやいてください楽しみにしてます大好きです本当に 今日も本当にありがとうございましたじゃあ皆さんおやすみなさいちょっと待ってね本当に来てくれてありがとうあといろいろお話できて嬉しかったですいつも私を支えてくださってるのは皆さんなのでこれからも応援よろしくお願いしますバイバーイおやすみ大好き